皆様ごきげんよう、九州空です。皆様はやっとさ、島春です。どうぞよろしく。今回はユナイテッドのターンです。どうぞよろしく。いいねボタン、チャンネル登録もよろしくね。今回は J2 リーグ第24節ホームで行われたザスパ群馬戦をお伝え、伝説から3人変更のスタメンでした。では結果はこちら、1対1で引き分けとなりました。それでは試合後コメントです。まずは浅野監督。正直悔しい。絶対に勝たなければいけない試合だった。全体的には苦しんだし、今の群馬は非常に力があり厳しい試合になるとは思っていたが、ホームで勝ち点3を取れなかったことが本当に悔しい。普段の練習からこだわって結果を得るために最後の最後まで目的を達成するための雰囲気を作っていきたい。次に選手からは有田選手。2人のコミュニケーションや意思疎通ができたプレーだった。点を取る前のシーンで奪い取った後にパスを選択したシーンがあった。次ああいうシーンがあったら自分が打とうと決めていた。相手に当たりながらも結果入ってくれてよかった。そして渡辺選手です。チームが良い状態ではなかったので自分が出てどうにかして勝ち点3を取ろうという意気込みで試合に臨んだ。まだまだ足りないというのが一番の感想。中断期間で改善していきたい。コメント全文は J リーグ公式または鹿児島ユナイテッド FC 公式をご覧ください。では島春のポイントです。断続的に雨が降る中でのスタート。序盤から積極的に仕掛けていくがなかなか決定機まで持てず、徐々に再度深い位置へのポイントを中心に仕掛けられ姿勢が続く。それでもしのいでいたがスルーパスから決定機、しかし出森がナイスセーブ。その後はお互いがシュートシーンはあったがブロックや枠外とスコアレス。後半に入り群馬がフリーキックやコーナーが増え、セットプレーから得点を奪おうとするがなんとか体を張って防いでいく中、カウンターで活路を見出そうとするが防がれる。しかし終盤相手のスローインからチェイシング、ゴリオが仕掛けこぼれたところを鈴木がダッシュ、そのまま裏スペースへのフィードから有田をはじめスプリント開始。ボールをペナラインで受けたところでゴリオと竹が中に入っていく。有田は切り返して出した選択は自らシュートが相手に当たりゴールイン。カウンターで苦しい中での大きな先制点、これぞストライカーという選択でした。その後姿勢に回るが群馬もリスクを追い攻め立てる。ボールを奪いたかったがうまく切り返され中央からのシュートが右隅に決まって失点。そのままドロー決着となりました。喜びもつかの間、あと一歩というところで苦渋を飲んだ一戦。しかしこれが残留争い、どのチームだって勝ち点を奪いに来ることでしょう。そこで声を掛け合い防ぐという気持ちを強く持つためにも、この中断期間でリバウンドメンタリティをもってして回復、後半につなげてほしいですね。第24節全試合の結果です。海運チームは引き分けに終わり、熊本が勝利で一歩前進。明治安田 J2 リーグ順位表です。清水がアウェー久々の勝利で首位復帰、注意もプレーオフ争いに加わるべく勝ち星を重ねていきます。 J2 は2週間の中断期間に入ります。次節は8月3日の土曜日ホームで藤枝前 FC 戦です。まずはこの暑さに慣れつつ密度の高いトレーニングが進めると良いですね。それではユナイテッド情報です。まずは関西大学より川島選手の来シーズン加入内定、特別指定認定が発表されました。運動量と左右どちらからも精度のあるキックが特徴、サイドバックやサイドハーフなど様々なポジを経験してどんな活躍を見せてくれるでしょうか。次に期限付き移籍にて稲葉選手の加入が発表されました。富山や秋田時代から実績は十分、ハードワークとボールダッシュに定評のある選手で、ボランチでの競争がさらに激しくなるでしょう。最後に今シーズンのオータムリミテッドユニがお披露目されました。桜島ドラゴンと題して鱗やシルエットを表現されています。着用は9月28日の水戸戦となっております。今回は10周年記念ロゴが刻まれ、大感謝特別価格にてご提供されます。着用は1試合のみですが、記念ロゴが刻まれ今回だけの特別価格、この機会にいかがでしょうか。この機会にぜひどうぞ。最後に第25節の試合日程はこちらです。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうも下げもした。おやっとさ、次回もお楽しみに。いいねボタン、チャンネル登録もよろしくね。